はい、皆様こんにちは、加用まりのでございます。今日はですね、税理士が強制わいせつで逮捕というですね、非常に残念なニュースが入ってきました。60歳の山田税理士がですね、 SNS で知り合った20代の女性の体を触るなどして、女性に通報されたことがきっかけで、逮捕されたということです。で、本人はですね、容疑を否定しているということですので、今後どうなっていくかっていうのは注目なんですけれども、この今回逮捕された、税理士ですね、検索しますとサイトとかは見つからなかったんですけれども、求人サイトだけは見つかりまして、おそらくこれであろうということなんですけれども、この逮捕された税理士が所属する、税理士法人のですね、サイトがあって、で、この逮捕された税理士はその税理士法人の代表者なんですね。で、売上は 2.5 億円あって、従業員は30名もいる、かなりですね、事業の中では大きい法人です。で、1979年から、この法人が、最初は個人事務所だったと思うんですけれども、途中で法人化したということも、あり、歴史的にはですね、43年も、続くですね、非常に、歴史ある、そして大きなですね、法人の代表者ということもありまして、法人内はですね、かなり、混乱しているんじゃないかなというふうに思っています。で、なぜかですね、健康第一ということを歌ってまして、サイトにね、発芽玄米を推奨していますという言葉だけがなぜか載っていたということで、強烈に発芽玄米を推してるんだと思うんですが、それはそれとしてですね、こんなにもですね、歴史のある税理士法人の代表者が、逮捕されるということですので、よっぽどなんだなと思います。通常逮捕って、なかなかですね、されないっていうのおかしいですけれども、結構ですね、ハードル高いわけですよ。逮捕ですからね、通常は逮捕されずに在宅起訴とか結構ある話なんですけれども、逮捕されてるんでね、どうなのかと。で、本人否定してるってことなんですけれども、どこでそもそも強制わいせつを働いたのかってあんまりわからないんですけれども、しらですね、体を触られたんであれば、その証拠っていうのも当然取っていくことになると思いますし、外なんかだったら当然ね、監視カメラ社会ですから、そういうところからも証拠って出てくると思いますから、実際ですね、今後どうなっていくかっていうのは、ちょっと見ていきたいと思います。久しぶりの逮捕案件で、よくですね、よくって言ったらおかしいですけども、司法もですね、結構逮捕される方多いんですけれども、これだけ歴史ある税理士法人のトップが逮捕されるってなると、結構な話だなというふうにね、個人的には思っております。はい、そういったところで、本日はね、税理士が強制わいせつで逮捕ということで、逮捕案件をですね、久しぶりにご紹介させていただきました。ということで、皆様本日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。